皆さんこんばんは、キャンディーレインです。それでは5月3日の、麺と馬関係チェックやっていきたいと思います。よろしくお願いします。じゃあ見ていきますけれども、そのものについてはまあなかったと思います。はい、これキャラ調整で、あとそうです、あーで選手、ちょっと私まだ、進めてないんですけれども、これピントの強い選手って前にも一回実装されてるんですけど、追加なんですかね。これでも、ちょっと、あ、すいません。チェックしてなかったんですけれども、だからもう一個もらえるっぽいですね。最初のクルロの週末の月フェンス獲得以来の完了していると、さらにもう一個もらえるので、これなんか2つ貢献度使わないフェンスがもらえるので、まあ貢献度的には20節約できるので、で多分馬やってることは栽培やってること多いと思うので、まあ、これはぜひちょっとまた追加依頼という、追加というか、もう一個もらえるので、完了させて、まあ、受け取りましょうということですかね。はい。で、週末と月フェンスと同じです。前のと同じで、これ、だから名称以上じゃないとダメですね。栽培名称以上じゃないと、これも前のかな、これは名称じゃなくても、いやそうですね、まあどっちにしろ名称、まあ名称キャラで進めた方がいいと思います。はい、週末の月フェンスが、まあ、サイバー名称以上じゃないと、ちょっと、もらえたりとかできないので、名称、サイバー名称1のキャラで、まあ、進めていったらいいというか、一応、まあ、進めといたらいいのかなとは思いますけれども。はい。ということで、まあ、馬には、じゃないんですけども、まあ、石しっぽの餌と交換できる、葉っぱですね。葉っぱって、っていうか、アイテムのために、まあ、栽培してる人も多いと思うので、はい。あとは、まあ、フィルモブとかぐらいで、馬に関しては、まあ、なさそうですね、はい。ということで、まあ、栽培ですね。栽培。ということで、フェンスが、まあ、一応、馬関係といえば、そういう感じなので、お忘れなくということですね。はい。では、次、以上で、アップデートの内容になったので、まあ、イベントですね、見ていきますけれども、まあ、そこにちょっとね、馬、課金アイテムとか、まあ、入ったんで、あれですね。まあ、シーズンが、5月10日で終わるので、まあ、古式復帰ですかね。はい。で、まあ、そうですね。で、これ、チャット、内部で、チャット、どんなチャットでもいいな発言すると、ペットがもらえる。まあ、何のペットなのかがちょっとあれですけれども、はい。で、あと、まあ、1週間ですね。来週のメンテ前まで、80% あるので、馬の登場物はないんですけれども、生活経験値の方あるので、まあ、成長しやすい。あと、まあ、これは馬に関係なくて。で、あと、これ、まあ、これも馬、まあ、厳密に言えば、プレーパケに馬の、どっちかな、馬の、当日経験値アップか、スキルが、パクッと、しやすいかどっちかついてるので、まあこれも、まあ、一応馬には関係あるといえばあるんですけど、まあ2週間ですね。
プレバケもらえますので、まあ、スクリーンショット撮って、ツイッターに、まあ、ハッシュタグ、つけて、ツイートして、それの URL をコメントに貼るという感じなので、まあ、お忘れなく、ということと、で、あと、こっちですね、はい。これ、2週間なんですけれども、はい。まず、全力、連続依頼を終わると、この初期化がもらえますね。はい。で、あと、このヴェルディっていうの、これ、まあ、2週間、これも2週間、まあ、これでも2週間ですけれども、ここから買えるものがですね、まあ、結構美味しいので、詳細は、まあ、また後で読みますかね。はい。ということで。でも、これ料理、なんですか？はい。キャラクターによる。料理を表現してください。なんかちょっと、よくわかり。まあ、なんか、なんか、SS 撮って、はい。まあ、なんか、料理名つけたらいいみたいですけれども、まあ、そうですね。まあまあ、うん。これはまあ、そんなにあれですかね。はい。あと、GM ギルド入ってませんかと、まあ、進行中ですね。もう、これ、はい。すでに入ってるので、こう、忘れなくということと、そうは、まあ、そうですね、はい。まあ、ずっとあるやつですけれども。で、まあ、ちょっとそうです、同行のやつの、まあ、これも引き続き忘れないでくださいっていうことですかね。はい。という、こう、まあ、いっぱいありますね、はい。ということで、まあ、ちょっと個別見ていきますけれども、これはまあ、キャラクターを、さっき言ってた Twitter にキャラクターの SS 貼って、まあ、それをコメントに URL 貼ったら、まあ、もらえるやつですね、はい。8周年記念生放送が8日金曜日、5月8日月曜日、月曜日ですね。5月8日の月曜日に生放送があるらしいので、まあ多分なんかまた、まああれ、はい、もらえるかもしれないですけども、はい。で、まあ、研究生の紹介、クーポンですね、はい。クーポンまたもらえるかもしれない。ということで、イベントの方見ていきます。まあ、結構ありますね、はい。で、まあ、シーズンがもう5月10日で終わるので、まあ、強化支援、いろいろもらえます。ログボで。あ、これでも新規と復帰ですか？まあ、するします。はい。で、これ、キーワード言ったらペットもらえるので、ペット選択、まあ、うん、狛犬かも、あと鳥は、あの、状況経験値アップがつきやすいので、まあ、鳥が入ってるのは入ってないかなって気もしますけど、まあ、一応、もらえるので、はい。ということと、あとホットタイムですね。これの経験値80%。まあ、チューリップ、これはまあ交換しても、まあ、馬関係はないですね。はい。まあ、これもさっきのスピッドのやつですね。で、
これさっき言ってたメルディーから変え、で、あ、そうそう、細かくなんかみたいですね。これまあまあクエ終わらせるとまあもらえるっていう話と、焦点の中にですね、まあ馬の関係、この3つですね。はい、2個経験値に上がるもらえる方のリサート、あとこれですね、この課金、バッグの中入れたら普通に課金じゃない方に入るんですけれども、まあ課金アイテムに該当するものなんで、これ忘れ、交換忘れないでくださいっていうことですね。はい、でさっきのこれ、2週間、17日までなので、はい、2週間、で、あとその、ま、料理のなんか、料理、なんかポーズ取って料理名つけるやつと、あとま、新規復帰、これは新規復帰向けですね、はい。で、これなんか、ララ、なんかもら、ララと交換すると、ま、これも、まあ、馬にはま、そんなに直接関係ないのにする人がいます。ということで、まあ、馬に関係してるのは、この、カラス教団の訪問者ですね。これが、はい。ということで、以上で新しいイベントの方になって、あと、まあ、終了するのが、まあ、もう一回とか、と、まあ、これ、買い忘れないようにしてください。エリーからの贈り物5、はい、はい。と、これログボなんで、まあ、でも、まあ、普通に、まあ、ログボも忘れなくと。まあ、だからシーズンがですね、まあ、来週終わるので忘れないようにっていうことですね。はい、シーズンは5月10日まで、はい、ということで以上でイベントの方も見たので、あとパール商店見ていきますけれども、馬関係は前からのやつだったの、あら、バッター、アバター、アバターですね。まあ、うん。あ、あります。ね、これ、確定券ですね。2週間ですけれども、確定券が 30% オフ。で売ってます。一回か、カモあたり一回でですね、はい。あと天馬のノブエも 30% オフになってます。はい。まあ新しく来たのそのぐらいじゃないかなと。あとまあ割引、そうですね。結構割引はペットと、まあ、2週間ですけれど、ペットと、あと登場物割引になってるので、後でもう一回見ますけれども。で、あとシルバー品がまあ、いろいろあるので、まあ馬にも関係なくてもまあ、はい、買い忘れのないようにということです。あ、ありますね。5月10日なので、あと、5月10日なので、来週の0時ですね。からメンテ前まで、旬目のオーラが800シルバーであるので、これを忘れないようにしてください。ということぐらいですかね。はい。
ということで以上で日本のメンテ、まあはい、関係終わって、次、まあ、インベじゃなくてグロラボですけれども、まあキャラ調整があって、貿易関係ですか、ね、まあ狩猟とか、そうですね、まあ馬に関しては、あ、馬に関してなんかありますね、ギャロッピングの、一度に10回分の大量、何ですかね、これ。だからこれ、まああれですよね。今、揺れるが全然足りてないので、まあその要素抜かないと全然、まあ、作れない。まあ一応なんか、あの、失踪の例役でしょうね、これ。の、まあ、大量生産が可能になったということなので、緩和されたということではないですかね。はい。あとは、まあ、なんか文字とか。で、まあ、朝の国はまだ来てないので、ということで、まぁ、あ、ちょっと失踪の連絡がなんか、まぁ、あ、まあ、大量、生産できるけど、まあ、そもそも素材がっていうところがあるので、まぁ、あ、微妙なんですけども、はい。ということで、韓国見ていきますけれども、まぁ、あ、キャラ調整飛ばしていきます。取引関係バレ。そうですね、10人前、10回、皇室、まあ、ブラックストーン使って、まあ、ね、量産だ、カプラスの石が10回分できる、まあ、そういう感じになったと思うんですけど。まあ、揺れる大地がね、ちょっとあまり、あれなので、ないので、っていうのは。はい、単に10回増えるだけだと、って感じですけど。あとはまあなしということで、以上で、はい、韓国とグロラボで、あとまあインベ見ていきますけれども、まあホバに関してはまあないかなって感じですかね。発色率は16じゃないのか、あの、ホースカルキュレーターの話ですけど、まあ、ちょっと、まあ、私のところは16レートで計算してる感じで、後輩してたら、まあ、確実にそうなので、まあ、だから15とかだったらっていうのはあるかもしれないんですけれども、まあ、ちょっとわかりません。ということで、まあ、ホバ関係特になしということで、はい。では、以上で、メンテの方見たの後、中でパルショーテ見て終わりにしたいので、しばらくお待ちください。はい。お待たせしました。ということで、見ていきますけれども、これはまあ先週からあるやつですね。2倍買えるやつです。まあなんか私忘れてる気がするな、いろいろ。で、まあ今週できたやつ見ていくと、というかまあ、まずペットがまあ割引きてるので、プラスチックペット。レアペット。
まあ、狛犬も一応、まあ、20% ですけれども、はい、一応ありますということですね。あと、登場物カテゴリーが、まあ、30%、バグ、馬車ともに 30% オフになっています。というのと、また、今週実装されたのが、この、スキル確定権が 30% オフなのと、あと、この天馬の角笛が 30% オフなのが来ました。ということですね。はい。ということで、以上で、5月3日のメンテ馬関係チェック終わっていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。それでは失礼します。